ああ、やっぱりステラはいいな。もうね、愛しすぎて、人と同じじゃないステラが欲しい。夢屋のパーツでも買おうかな。そうだ。塗装しよう。はい。というわけで、K でございます。今回はですね、こちらの愛用のステラ、こちらを塗装屋さんにお願いをして塗装していただこうかなということをいきなり思い立ちました。このステラの良さを崩さずに、俺だけのステラにね、染め上げてやろうかなということで、早速依頼しましょう。じゃあな。とうとう帰ってきたぜ。さあ、僕のステラがどんな風になってるか、みんなで見ていこう。開けますよ。パカッ。出ましたね。帰ってきたよ、ステラちゃんが。いきますよ、皆さん。な、これ。どういうこと？何も変わってないやん。何これ？どういうこと、これ？塗装は？はい、すいません、皆さん。全部茶番ですね。はい。塗装屋さんにお願いをしてたんですけれども、ちょっとまあ、いろいろ電話とかでお話をさせていただいたんですが、僕の 要望が細かすぎて、塗装屋さんも全然対応はしていただけるみたいなんですけれども、うまくいくかどうかわからないぐらいのね、お願いを僕がしてたということで 今回はステラは、このノーマルのまま行こうかなと。いうことになりまして、残念ながら塗装はできなかったというような形なんですけれども、僕のね、カスタム熱が収まらなくて、なんかカスタムしたいなと。ということで、買ってきましたよ。はい、こちらですね。見えるかな？夢屋の07ステラ用のカリンハンドルノブって言って、ウッドノブですね。木のノブ。これってどんなものなのかっていうと、これを木のノブに変えると。完全に自己満足用。開けていってみようか。あれ？こんな感じ。はい、こちらがウッドノブですね。見てもらったらわかるんですけど、模様が入ってるんですよね。で、これウッドノブって、一個一個模様が違うわけなんですよ。だから同じウッドノブは一つもないんですよ。で、僕は今、この銀色のステラ、銀色のステラっていうか、ノーマルギアのステラはハンドルがね、銀なんですよ。シルバーハンドルなんですけど、ハイギアはゴールドハンドルなんですよ。で、このシルバーハンドルに合わせるってなった時に、あんまりね、このカリンノブの、このもっとね、ライトブラウンみたいな色の、カリンノブ、すごい綺麗なカリンノブがあるんですけど、あまりライトブラウンすぎると、このね、ハンドルのノブだけが浮きすぎてしまうんじゃないかというところで、いろいろ探し回って、やっとちょっと焦げ茶っぽくて、でもブラウンでっていうノブを見つけました。早速ちょっと取り付けていきたいなと思います。まずはね、こういう専用の工具がついてるんで、これで、このハンドルのキャップを外していきます。こんな感じかな。おお、こういうことですね。ちょっと見づらいんですけど、中にプラスのネジが入ってるんで、このプラスのネジを外していきます。はい、じゃあ取り外してみましょうか。あれ、抜けないけど。 はい、こういう感じ。あ、なんかベアリングが残っちゃった。あれ、これ取れないのかな。あれ？ OK。
はい、こちらがステラのハンドルノブを外した状態ですね。すごいよね。これがあって、で、その次ネジがはまってて、これがあって、ベアリングにワッシャー2枚に、またベアリング。ベアリングがハンドルの中に2個も入ってると。滑らかな巻き心地の貢献してんのかな、これが。ベアリング2個ね。これに、ちょっとベアリングきれいに拭いて、で、注油した方がいいのかな、これ。一応注油して、こっちのノブに組み込んでいきます。はい、一応ベアリングに注油していきます。ね、ちょっとだけ、この、見えるかな？この一滴、もうちょっと出そうか。この一滴、この一滴をここに落として、で、あとは余分な分は拭き取ればいいから。こんな感じで。こんな感じでいいよね。もう一個も同様に、ちょんと落として、で、余分な分を拭き取ると。はい、まずはベアリングをぶち込みます。ここにね、カチャッとはめて、で、奥までぶち込む。ね、こんな感じ。パリンノブの中に、さっきあったワッシャー2枚とベアリングを入れて、ここにはめ込みます。こんな感じかな？カチャッと。お、こんな感じやね。で、あとは、ネジを締めて、で、この金色のノブをつけると。キャップですね。はい、取り付け完了いたしました。どう？これ。めちゃめちゃ綺麗よね。で、型もないし、しっかりとこう、ああ、いい巻き心地やね。どうです？皆さんこれ。めっちゃかっこいいやんか。やっぱり、ちょっとね、これ光に当たってるから結構茶色に見えるけど、ほら、割とダークブラウンが入ってる感じの色。で、ここがゴールド。ノブっていうか、キャップがゴールドなんですよ。だからハンドルがゴールドのステラとか他のリールを使ってる方は、もっと明るい茶色あるから、それ選んでもらってもいいかなと。まあ、まあこれ好みなんですけどね。ここゴールド、ここもゴールド、ここもゴールド、ここもゴールド、スプレッチもゴールドっていうことで、まあ、いろんなところにゴールドが散りばめられてるんで、非常にマッチしておると。これね、また道具バサなんじゃないかっていう声がね、聞こえて。道具ばっかりじゃねえかてめえはっていう話が聞こえてきそうなんですけど、やっぱりね、こんだけ道具が好きな人、まあ、割とそういうリールとかこういうなんか機械もんというかそういうのが好きな人っていうのはやっぱりこだわり出すと止まらんよね。本当にこのね、ウッドノブっていうのは結構マニアックで、これこそ道具にこだわってる人しかこれつけないと思う、基本的に。だってこのノブだけで7、8000するもん、税込み。6800円かな、税抜きで。だから7000円とか8000円ぐらいするから、このノブ。ネットで買ったらね、送料も含めると結構な値段になるんで、本当に好きな人しか買わない、これ。で、試しに Google でウッドノブとか、花輪ノブ、花になしっていう文字で花輪ノブっていうのを調べてみると、基本的に本当にこだわってる人の画像しか出てこないから。だからつけてるリールも、ステラとか、イグジストとか、中堅から上のクラスのリール、アンタレスとか、これベイトにもつくんで、アンタレス、コンクエスト、特にコンクエスターつけてる人多い。いるよね。わかってるんですよ。僕のチャンネル25から35が一番多いって。で、今見てるあなた、ステラ持ってるでしょ？その中に。何人かは。ステラとかイグジスト持ってる。しかも、動画は見るだけでコメントするほどのもんじゃないって思ってるあなたいるでしょ？そこのあなた。いいよ、カリンノブ。めっちゃ綺麗になるよ。これ今多分動画ではね、あんまりわからんけど、ものすごいなんかこう深みがあるというか、めちゃくちゃいいよ、とりあえず。よかったら買ってみてください。道具好きな人。このステラの巻き心地？各駆動音？ね、ステラだけじゃなくて、イグジストでもワンキッシュでもそうよ。好きな方、よかったらこれ、見てみて、チェックして。